今日はですね、まずは企業再生支援機構に対する質問、その後今大広がパブコメにさらされてます共通番号の話等々を1時間で全部両方お聞きしたいと思いますので、できるだけ答弁は簡潔にポイントを明確にしてお願いしたいというふうに思います。でまた西澤社長にはまた前回に3月9日でした、震災の2日前に来ていただいて、そしてまた今日お出ましをいただきましてありがとうございます。まあ、この委員会がこの気候の生みの親の委員会でもありますし、まあ、やっぱりこの気候の情報開示みたいなものはこの委員会でやらないとなかなかできないものですから、ご足労をお願いしました。まあ、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。で3月まず企業再生支援機構関連で質疑をさせていただきますけれども、3月9日の質疑ではですね、まあ、機構の本来業務、まあ、責任の所在のあり方、まあ、事務大臣の連携等々ですね、そして政府のグリップが弱いんじゃないかというような問題意識、これは共有していたと思います。まあ、そしてその JAL の再生ということに関して、まあ、機構の情報開示の重要性、まあ、そろそろ出口が近づいてまいりましたから、さらに関心も高まっていると思うんですよね。まあ、そういうことを前回お聞きをしました。まあ、そういう状況の中で今回はその確認しつつ新しい論点についてお聞きしたいと思っています。その3月9日の審議の後ですね、4ヶ月が経っていますが、まあ、震災前後で何が変わったかということについてまず社長にお聞きしたいと思います。石澤社長。石澤でございます。お答えします。震災前後で何が変わったかというと、何と言いますか、この国難に面している社会の情勢を反映しまして、私どものところへいろんな形でご相談が参るという、頻度と言いますか、雰囲気と言いますか、そういうものは高まっているということは申し上げられると思います。また我々もそういう社会の動きに対してどういくばっかでも我々としてのミッションを果たしていくかという意味でのいろんな議論といったものが中でも行われているということがございます。以上でございます。以上。配布資料のその丸一をご覧になっていただきたいんですが、全部で17社書いてあります。これ横長の資料なんですが、これは企業名です。でちょうどその12番と13番の間に線を引いているのは、震災前震災後ということになります。で震災後にですね、その支援決定したのが 1,2,3,5 社ということになるんですね。全部で17社です。で内閣からいろんな倒産に関する資料が出ているんですが、東京商工リサーチによれば、震災の影響で倒産係数がですね、5月以降22ヶ月ぶりに増加して、6月末現在震災関連の倒産は累計で173件に達している。でこれは阪神淡路大震災が発生した1995年の1年間の震災関連倒産144件を上回っているということです。つまり全国的に倒産件数がその震災後やっぱり増えているということなんですよね。で私は思うんですが、この支援決定企業を見る限りにおいて、この震災関連でその支援機構が対応したということではありませんよね、社長。西澤広重君。お答えします。おっしゃる通りでありまして、それだけでよろしいですか。はい、委員長。平井拓也君。まあ、そうなんですよ。ですから結局その震災後に支援決定した企業には被災地の企業はありません。ですから震災影響による中小企業と機構の今やってる仕事は別だとも言えるわけです。その代わりですよ、政府はまたそれ以外に二重ローンの問題とか中小企業対策はおやりになっているということだと思います。
まあ、これは次元で決められていて、なおかつやっぱり今 JAL を抱えている機構がですよ、被災地の企業に対して特段の手当をするというのは、まあ、リソース的にも非常に難しいんだと思います。まあ、そのことを私は責めているわけではありませんが、まあ、つまりですね、この中小企業に、まあ、地域力 を守っていかなきゃいかんという、本来やらなければならない政府の一つの仕事というものに対して、まあ、大臣はどのようにお考えでおられるかということです。気候担当の大臣として、要するに、まあ、気候がそういうことでそこまで手が回らないわけですから、ですからその中小企業支援、地域力を支えるという本来の気候の立法趣旨の部分をどこかで補完しなきゃいけないはずですよね。その点についてどのようにお考えですか。与謝野国務大臣。もともと企業再生支援機構は人員削減、コストカット等のリストラによって支援企業の短期再生を行うことを目的とした事前組織でございますが、その仕組みに馴染む案件についてはできる限り支援を行うべく、個別案件の相談等に積極的に取り組んでいただいているものと承知をしております。具体的には被災3件の被災企業からのご相談は5件あり、現在精査されているものと伺っております。委員長、平井拓也君。これ4月6日の報道によりますと、政府与党が企業再生支援機構の機能を強化しているということが、検討しているという報道がありました。で、これは震災の影響で経営危機に陥る企業が増えると判断して、2014年の10月までの存続期間の延長や人員拡充、再生機構が再融資できる資金枠を現在の3兆円から拡大するという案が浮上しているという報道ですけれども、そんなことは実際今検討されていないですよね。確認です。和田内閣府大臣政務官。事実経緯をご説明するということですので、私の方からお答えさせていただければと思います。その当時いろんな報道が出ておりました。確かに、平井委員ご指摘のように震災対応としてですね、中小企業の実情を見ながらどのツールを使うのが一番良いんだろうかという検討の過程で、この再生支援機構を使えないだろうかということをですね、考えておった時期がございます。しかし今大臣からご答弁ありましたように、再生支援機構の元々の立て付けが、そのグッド部門とバッド部門とがある中小企業を、バッド部門を切り離してグッド部門だけしっかりと存続させるというようなことを主な柱として再生させるという仕組みでございまして、震災の場合には企業に帰籍自由がほとんどないという実情の中で、一気にその企業が苦しくなるという実情だったことから、なかなか再生支援機構をそのまま使って支援することは難しいねという判断になって、現在はそういう、結論を取り得ないと考えています。委員長、平井拓也君。いや、これはもう確認の質問でしたから、そういう報道があったけど今は違う方法で取り組むということですよね。で、前回その大臣にはですね、機構の総点検も含めてその2つ私なりに提案させていただきました。それは機構の中であまりにも比重の大きいその日本航空さんですね、 JAL さんを、まあ、別勘定として切り離したらどうかということと、この3兆円の補償枠の枠ですね、予算枠、これを見直してはどうだろうかということを提案をさせていただきました。で、まあ、地域力の再生活性化のためにはですね、その本来この立法した時の趣旨をどこかがやらなきゃいけないということで、まあ、二重論対策とか中小企業対策等々は、まあ、トータルで政府の中でこのツールを使わずにやっていこうということですから、それはそれでしっかりとお願いをしたいと思います。で、この3兆円の予算枠の設定根拠、前回の質問ではこれがあんまりね、そのビシッとした回答というかご説明いただけなかったんですが、まあ、要するに正確に根拠を持って説明するのは難しいということです。で、この資料を皆さんご覧いただきたいと思うんですが、資料丸3、丸4ですね。要するに産業再生機構と企業再生機構は、その前回の質疑でもですね、趣旨が異なる。これはもうね、西澤社長がびっしりここで答弁をされています。
しかしそのよく見るとですね、その予算枠の確保の計算書は結局その産業再生機構の時のものなんですよね。まあその時のもので結局ここよく見ると160社をやると言ってるんですね、2年間で。で160社やってるんだけどゼロが一つ違うでしょ、今17社ですよね。まあね、これはやっぱり問題だと思います。それでこういう保守枠を取るときにこのような計算を毎回使ってですよ、風呂敷を目いっぱい広げてやるっていうのをこれずっと常態化させるのは問題だと思いますよ。だってこれ書いてることとやってることは結果があまりにも違う。半分ぐらいまでたどり着くならともかく10分の1ですから、会社数で言えば。その間に倒産はいっぱい増えてるわけですから。ですからこういう問題意識はぜひ持っていただかなきゃいけないなというふうに思っています。それで、それではお尋ねいたしますが、現実的にその現在の執行状況、予算のね執行状況とその支援決定を完了する10月までの執行見込みについて、お聞きしたいと思います。西澤さんじゃないか、西澤さん、西澤博之さん、お答えします。10月までに今デューデリ等かかっております案件がいろんな段階のがございますけれども、まあ10件近くございます。デューデリがすでに済んだものが4件、まあデューデリのある段階のものが数件、プレデューデリと称するものも数件といったようなことで、トータル10件前後の形になるかと思いますが、その中から正式に決定を見るものがいずれ10月までに出てまいると。さらに10月までもうちょっと時間がございますから、さらにここから先、いろいろご相談も、まあ、前に日ごとにございますものですから、いろいろ出てまいる可能性があるということで、まあ、予測を申してもしょうがないことでございますが、20件近くまでは行くのかなという感じでおるという、とりあえずそのことがお答えでございます。委員長、平井拓也君。まあ、予算の執行状況とその件数というようなことですけど、結局、まあ、10月までやったとしても、まあ、20が、まあ、マックスですよね。まあ、ですからそういう現実をやっぱり皆さん方もやっぱり考えていただかなきゃいかんと思います。で今日はまた他の質問もあるので端折っていきますけれども、この国民の税金で出資しているこの機構はですね、国会でも当然もっと情報開示していかなきゃいかんと思います。そのことに関してですね、ぜひその所管の大臣、これね総理から指名を受けた担当大臣としては主務大臣もやってるというふうに思うんですね。これ主務大臣が5人ということで、責任の所在が不明確だという話を前回させていただきましたが、まあこのあたりのその情報開示等々についてもその予算の大臣ぜひお願いしたいんですが。予算の国務大臣。公の組織でございますし、法律で作られた組織でございますから、情報開示は支援機構の支援の途中経過は別としまして、やはりきっちりとした情報開示を特に国会に対しては行わなければならないと思っております。平井拓也君。もうぜひよろしくお願いします。それともう省庁連携してこの問題に当たっていただきたいと思います。それでは前回の質疑の中で日本 JAL さんのですね、構成計画にイベントリスクへの対応ということで、イベントリスクについて少しお話をさせていただきましたけれども、まず社長にお聞きしたいのは、今回の震災はイベントリスクに相当するかどうか、どう思われますか。西澤博之君。お答えします。今回の
震災がイベントリスクに相当するかということでございましたが、4月の業績の結果を見ますとかなり深刻になるかなというような具合で、おりましたけれども、その後5月6月と極めて、順当な水準に復しつつございます。その結果を見ますところではイベントリスクという認識をしないで済むのかなというふうに思っております。平井卓也君。まあ、本当にそれ良かったですね。それはまあ JAL さんのいよいよ経営努力もあるんだと思いますが、まあ、そういう状況を乗り切って今日決算発表じゃないですかね。西澤博重君。46の中間的なご報告を今日の4時に会社側から行う予定でございます。平井卓也君。まあ、それもおそらくこの先ほどの答弁から推察するにですね、そのイベントリスクという影響がないということですから、まあ、想定の範囲内で推移しているんだということで私も少しその安心をしたわけですけれども、前回私このイベントリスク の, その質疑の中で社長がね、燃油の異常な高騰を見せる場合にはイベントリスクの一つで考えなきゃならないというふうに答弁されましたが、それやっぱりストンと落ちないんで、いやいや、それは燃油の高騰というのは JAL さんだけの問題じゃないし全産業に及ぶことですし、その燃油が上がったからその国にさらなる追加の融資とか保証を要求するなんていうことは普通常識では考えられないと思うんで、まあ、これはよっぽどの燃油の高騰というようなことであろうと思うんですが、そこをちょっと確認させてください。西澤博重君。お答えします。ご指摘が正しいと思います。よっぽどのと言いますか、非常なると言いますか、そういうことであろうかと思います。平井卓也君。ですからこれね、イベントリスクっていうのも非常にその概念として曖昧なんです。ですからこのあたりは政府がきっちりグリップしていただかないと公平性を欠いてしまうというようなことが十分にあると思うんですね。で、今度はちょっと JAL さんの具体的ないろんなそのまあ現在やっておられる事業等々についてお聞きしたいんですが、7月1日の報道によると支援期間中にですね、日本航空が LCC 事業に資本参入とありますが、この事実関係はいかがですか、社長。西澤博重君。お答えします。 LCC についてはいろんな形での業務への参画進出等を検討を始めておられるというふうに承知しております。平井卓也君。いや、僕は社長にお願いしたいのはね、結局この、まあ、今再建中の会社ですよ。で、新規事業に対するこれ新たな投資ですよ。こういうものは誰かがきっちり見ないと非常に危険じゃないですか、これいくらなんでも。で、例えばいろんな形態でのっていうことで国民が理解するとしたら、例えば LCC に参入したらトータルとしてシナジー効果が上がって JAL の経営が中長期的に安定するとか、将来その、まあ、発展性があるとかっていうようなことだったら納得しやすいんだけど、例えば連結の対象にならないような出資ですね、例えば3分の1、これ報道ベースでしか知らないですよ。それは単なるリターンはですよ、要するに出資に対するリターンしかないわけですよ、投資ですから。で、これはもしかしたら自分の足元を弱めちゃうっていう可能性もあるんで、そこもね、社長しっかり、これはもう JAL さんが勝手にそういうことをどんどん行かないようにグリップしなきゃいけない。大臣もそう思われるでしょ。要するに再建中の会社が新しい事業に勝手にどん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 、これ大体そのね、国が全部その今まで支援して再建もう放棄をしですよ、株主を泣かせて、だから新規事業が JAL さんのプラスになるっていうことがやっぱりちゃんと確信が持てないとこれはおかしいと思うんです。ですからその例えば JAL さんの中にそのアナさんが LCC 行くんだったらうちも行こうかみたいな、そんなノリで LCC 事業に行くんだったら
これはやっぱり現にチェックをしなきゃいかんと、私は常識的に思いました。で、ですからですね、その、万が一、この LCC に、その、出資するなり、まあ、参入する、その、決定をする場合はですよ、その、新たな事業への投資する理由、かつ、構成計画への影響があるかないか、そのリスク、等々を、ぜひ、説明をしていただくことを、この場で、社長、お約束いただきたいんです。西澤博重君。お答えします。適切なアドバイスありがとうございます。おっしゃる通りでございまして、私どもはモニタリング機能というものを我々機構の持っている重要な機能の一環と心得ております。で、JALにつきましては構成計画は終了しましたが、我々は今大株主ということで、このガバナンスをきちっと持って見守る立派な経営をやっていただくべく、いろんな形で、ご一緒をするということをやっておりまして、そういう中で、今おっしゃる書店についてまさに私ども同じような意識を持って、議論を重ねておるところでございます。ただしこの JAL は構成計画を終了いたしまして、独自に自主性を持って大株主の下ではございますけど歩み出しておりますので、その我々のガバナンスというものと会社の主体性というものの調和を図りながらやっていくということでございまして、またそういう観点でお答えをする必要がある場合にはそういう体制でお答えをする必要があるかと思っております。平井卓也君。いや、この問題はね、やっぱりこの委員会で引き続き取り上げますので、国民にちゃんと説明できるような判断をしていただくように、これ大臣にもお願いしたいんですよ。ぜひね、この、再生期間中の企業は新たなその事業に資本を投下して、その事業を拡大すると、こういう問題を、どう考えるかということで、これは国土交通省もやっぱり関心があるところだと思うんですよね。ですから、この内閣府担当大臣と国土交通大臣はですね、その適宜助言をしなきゃいけない立場なんですよ、この法律の立て付けで言うと。ですから、勝手にまたいろんなものを手を広げて、また後で大変な苦しくなるというようなことにならないように、その趣味大臣、所管大臣、そして最終責任者としてのですね、やっぱりその機構のガバナンス、ここらあたりのところを明確にしていただきたいというふうに思います。で、ここはですね、その、公的資金でですよ、再生中の企業が、その、自らそのエグジットをする前に、新たな事業に資本を投下して、その事業を拡大する点について、市場の公平性という観点からは、どう考えられますか。この観点もあると思うんですよね。これ、大臣、どのように思われますか。じゃあどうぞ。和田国務大臣政務官。今平井委員ご指摘の市場との関係で、JAL がどうあるべきかということですが、最初のご指摘にあったように今再生中の企業でございますので、あくまでやっぱりその歴史を踏まえてやっていただく必要はあるんだろうというふうに思っています。しかし先ほどご議論ありましたね、 LCC のような議論、実は私役所自体担当したことがございますけれども、本当の意味でメリットデメリットをしっかりとチェックする必要があるというのをご指摘の通りです。しかし可能性として全く新しい分野に行ってはならぬということではまたそれもないんだろうというふうに思ってまして、要は本当に、元の収益を上げられる企業に再生するのに、そこの部分を取るべきかどうかの判断をしっかりチェックしながらするということに尽きるんだと思っています。平井卓也、そういう問題意識をお持ちならですね、ぜひそこはチェックしてください、担当として。で、この中でこういう問題に関してね、政府がどのようにグリップしていくか、そしてその意思決定過程のプロセスも含めて情報開示をぜひお願いをしたいなというふうに思います。で、もう一つ、先ほど、社長も言われてましたけれども、JAL さんに関しては2010年度は利益を大幅に上振れしましたよね。
で、2011年も当初計画通りに757億の営業利益を確保するということは、まあ、非常に順調で、この今日発表の決算に関しても、まあ、想定内の、まあ、状況だということですから、これ、ですから、その、これは大臣にお聞きしたいんですが、JAL の案件に関しては、その計画通り、予定通りのスケジュールで、つまり、終わりも含めて支援を完了するというふうに、考えてよろしいですね。与謝野国務大臣。支援期間は原則として支援決定、すなわち平成22年1月から3年で終了することとされており、支援終了に向けて企業再生支援機構を預かる立場から日本航空の再建の状況については引き続き注意深く見守ってまいりたいと考えております。平井卓也君。いや、もう私がお願いしたいのは、もうこれだけ順調に来てるんだから予定通り、もうこれは支援が終了するでしょと。まあ、これから何が起きるかわからないというより、これで終わらなかったら終わりようがないじゃないですか。ですから予定通り終わらすんですねという、その一言の確認ですから、そういないと答えてくれれば、それで終わる話なんですけど、大臣いかがですか。与謝野国務大臣。予定通り終わらせたいと思っております。平井卓也君。ね、西澤社長、それでよろしいですよね。西澤広重取締役社長。ちょっと先ほど、今後何が起こるかわからないと、なんかちょっと平井におっしゃいましたけど、としても、もうここまで来たら、としても、うん、その前言付きで、その通りでございます。平井卓也君。まあ、そんなこと言ってるだろうね、世の中隕石が落ちてくるか何が起きるかわからないわけで、まあ、しかし、ここまで順調に来たんだから、このずるずるにその、ね、その期間を延長したりすることはやめましょうということなんです。で、まあ、今日はもう、支援機構に関する質問はそのちょうど30分ぐらいでやめようと思ってたんですが、じゃあちょっと、まあ、次回にちょっといくつか置いといてですね、これはあと1年半に迫ったこの出口の問題に関してそのお聞きをしたいと思います。これ上場に向けて、これもその国内販売分の主管幹事社5社がその選定という法律報道がありました。で、まあ、このはスケジュール通りに上場させるということだと思うんですけれども、もう現時点でその情報に関して説明できることございますか、社長。西澤広重君。お答え申し上げます。現時点で、まだ事実関係が進んでおりませんので、お答えすることがほとんどございません。今おっしゃいましたように、5社については一応の決定を見たということは公表済みでございまして、そこまででございます。それと再上場というのを一つの重要な手段と考えておりますけれども、その他いろんな選択肢もあるということもございますので、これからいろんな検討が行われていくということでございます。平井卓也君。社長、再上場以外の選択肢というのは具体的には何と何と何でしょうか。石澤広重君。今のところ申し上げる内容はございません。平井卓也君。だから再上場以外の手法っていうのがないということですか。西澤広重君。ないというんではなくて、再上場というのが一つの方法であると、その他の方法もいろいろあり得るだろうと、これから研究する、あるいは今までも研究しつつある、まあ、一般論的にはいろんなことがございますけれども、平井先生もご存知のようにいろんな方法があるということを、この案件についても例外なく考えていくということでございます。平井卓也君。つまり3500億を回収する方法にはいろいろあると、3500億を回収する方法はいろいろあるということで、もうこの3500億を回収するということに関して
の方法がいろいろあるということですね。確認です。西澤弘重君。お答えします。その通りでございます。平井卓也君。委員長、過去ね、産業再生機構の案件でもね、上場廃止の企業が再び上場したって例ないんですよ。産業再生機構の案件でいくと。で、これはね、その、今回もし上場するんであればですよ。まあ、初めてのケースだと思うんですよね。で、つまり政府または政府関連機関が上場させる、いわゆる政府系株式を公開するということですから、今回、その、指針をやっぱ金融庁としても持っとかないといけないんではないかなというふうに思うんですが、いかがですか。和田、内閣府政務官、ごめんなさい。はい、金融庁を所管しておりますので、そのお立場の方からご答弁させていただきますが、今委員ご指摘の再生支援機構が支援決定した企業の中で、確かに再上場した例はございません。しかし、どうも調べさせましたところ、上場廃止した企業がもう一回再上場を図るということは当然ございます。一般的に取引所の上場審査というものが、今までの過去の企業の経歴から、一旦上場廃止になったかどうかということをですね、プラスにもマイナスにも材料として考えるかということは、そうではございませんで、やはりその時その時の企業の実情を見た上で、それが審査基準に該当、ちゃんとクリアしていれば、審査基準をクリアしていれば、上場を認めるということになっています。そうしたことから、金融市場を見ている観点から申し上げる限り、その JAL という会社が過去にどのような経歴を持っているかによってですね、それを区別するようなことはあまり適切ではないと考えておりまして、あとは、おそらく委員のお気持ちの中に、JAL は 100% 減資して、今までの、株主であった方々には相当心も経済も痛むようなことを経験させてしまっているので、そうしたこともしっかりと踏まえて、その方々にもしっかりと再生を期すということを分かっていただけるようなオペレーションが必要だろうというふうに思います。平井卓也君。まあ、もう一つ株式市場の公平公正な観点からですね、やっぱりチェックポイントもちゃんと持っていただきたいというのと、さっきお話になった、つまり5210億の債務の放棄と、40万人と言われる株主の 100% 減資で潰れたと。だからもう、政府は二度国民をひどい目に遭わさないだろうというので、改定がつく可能性もあるんですよね。いや、これは、まあそういう見方もなくはないと思います。で、この問題、これ、言い出すとまだいろいろあるんですけれども、結局ね、その、外国資本を投入してですね、その、まあ、出口戦略の中に外資参入による再生があるのかと、私はね、基本的にその外資に売っ払うのは、やっぱり反対なんですね。それはなぜかというと、JAL の公共性とかそういうことを鑑みて、その、まあ、今回の再生スキームになってて、結果、そのまあ外国資本に安く叩かれるようなこと、まあ、外資規制はありますよ。外資規制はありますが、まあ、結局そういうふうにならないようにしてほしいなというふうに思いますし、これは国土交通省が以前ですね、その、何でしたっけ、いろいろな、カボタージュ規制とか外資規制。で、これは例の行政刷新、会議規制改革においてですね、そのカボタージュ規制及び外資規制は安全保安環境等に関する基準を遵守させることが困難であり、引き続き維持するというふうに国交省の方では、まあ、回答してるんですけど、そのスタンスにはお変わりないですよね。市村、以上、すいません。国土交通大臣政務官。変わりありません。せっかく来ていただいて、この一問だけで申し訳ないんですが。まあ、JAL に関してはですね、借金が消えて、その、まあ、合理化したものもね、私みたいな素人から見ても、ビジネスモデルがボンと変わったような気はしないんですよ。ビジネスモデルとしては。で、あげくに、その、なんていうか、その、LCC というような、まあ、自分で自分をいじめるような出資は、まあ、その抑止効果なのか何なのか分からないんだけどやる、それよりやっぱりもっと JAL が
このそのまあ事業としての継続性とか安定性とか発展性というものを訴えられるようなご指導をガバナンスを聞かせていただきたいということをお願い申し上げまして、本件に関しては質問を終わらせていただきます。